はい、どうもタイガーです。お疲れ様です。皆さん、先日僕が話した内容覚えていますでしょうか。バランス調整の時に話した内容ですね。おにんこ、はい、おにんこが今結構ダークフォースありなんじゃないかと。はい、まずまあ性能が上がるだけじゃなくワールフアンチになったと。このおにんこがですね、今結構面白いんじゃないかって言われています。巷で噂のおにんこ、今回やっていきたいと思います。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではおにんこリーダーでやっていきます。あ、リーダーじゃない、裏。さて、やっていきましょうか。まあそもそもなんだ、あのウルフと当たるかどうかは分かんないんですけど、まあ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 やっていきましょう。おにんこどうすかね、ウルフに当たりますかね。さあ、ウルフが出てくれれば、まだどれぐらい減るか検証してないんで分かんないんですよ。それも見られるんじゃないかなとは思うんですけど。で、おにんこを使うときはやっぱキャラ数多いキャラと組み合わせられた方がいいかなとは思うんですけど、これでいきましょうか。そこまで多くはないんだが、まあハーピーが一応5体召喚できるのと、まあ、おにんこの砦圧プラスネズミ剣士は結構面白いかなと思います。まあウィッチとか、まあマーマンとか、マイマイとか、アーチャーとか魔法とか出されちゃうとちょっとめんどくさいですね。そうすると豆拾ったキャラもネズミもまとめて狩られちゃうんで、そこだけめんどくさいぐらい。支援に弱し。近接に強し。やっていきましょうか。とりあえず、打っていこうかな。取れてはいないが、取れるんじゃないでしょうか。ナイス。そしたら上、早速おにんこいきましょうか。さあ、豆出してもらって、倒してもらっての、ここはしっかり抑えましょうね。さあ、このおにんこもね、この火力が結構高いんですよ。で、豆拾ってもらって、この豆の火力も結構バカにならないんですよね。パーンといいダメージが入っていく。さあ、パンダが出てくる。パンダは苦手ですね。ただパンダに対してもなかなか悪くないダメージが入っていく。さあ、まあおにんことハーピーが重ねて火力で狩りに行きたいところではありますが、ただ狩られてしまっている。ハピー残念で、相手虹アシュラですね。これガチで強いですね。無双に対してハーピーが一発もスキルを打ってくれないので、こっちのキャラ数がどんどん使わされてますね。さあ、ここはしっかりと倒していきましょう。で、あんまり使いたくないんですが、どっちから行こうかなって言ったところ、まあどっちからかな。天狗行きますか。はい、天狗行って、なるほどね、これは苦手の苦手。ただ天狗が偉い、頑張ってる。で、クレフラで狩りに行ってネズミも置く。コストがないんでコスト食べましょうか。さあ、大型来るかな、さすがに。さあ、グズリに反応して、そしてしかも反応して食べていく、素晴らしい。さあ、お肉が何かしてる感はありませんが、大型切ってこないんでこっちも行きましょう。ただこれ切りますが、豆拾ったとこで、あ、レドがね、なるほどね。さあ、この渦潮がものすごい強いですね。お、待って、お肉とハーピーやばくね、めちゃくちゃ減らしたけど。あ、てかなんかこっちも削られてる、だいぶ。あ、でも食べた。こっちにも相手の方がキャラ数多かったですね。まあドローですね。まあ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 、でもなんか普通に使い勝手は悪くないなっていう感じ。まあ別におにんこが無双したわけではないけど、ウルフがねまだ今強いんでワンチャンあり。さあ、2戦目やっていきましょうか。まあおにんこもし使うならばバイクと組み合わせたいですね。ただまあどっちも枠外、まあおにんこは固定してるからあれですけど、バイクさ、確定は優先枠か、優先枠外なので引けないかもしれないけど、ただおにんこの豆をですねバイクで拾うとかなり強いんですよね。まあ、おにんこの強みは、まあ、豆の爆発も強いんですけど、豆爆発しない時の、おにんこのスキルのダメージ。おにんこスキル自体のダメージも結構高くて、殴り勝ってくれたりもするんですよね。なかなか優秀。お、どうだろうこれ。札的には、すごい好きなんですけど。おにんこ出して、スケで圧かけて、チビブラで吸って、繰り返して、剣士で拾って。相当、相手からすると嫌だと思うんですよね。さあ、バイクが来る。とりあえず撃ちましょうか。取れでは取れそうですね。ちょっとこっちビブラ切ってあげて、で上おにんこで、
で豆をスケも含めて拾っていく。それは悪くないですね。出てくるのはトレントガール。じゃあこれスケ倒しましょう。ポックルはしっかりスケで倒して、それでもワンパンですね。悪くない。あとトレガエンジェルされてるのはちょっとめんどくさいかなとは思うんですけど、でお相手バイクもいるしウサギもいるんで、そこがちょっとめんどくさいかな。とりあえず撃ちましょうか。撃って引っ張ろう。さあウサギ出してこなかったらラッキーですね。そしたらこうヒュドラスケで合わせていきます。ヒュドラスケルトン上がちょっと重いな。ヒュドラスケやったんだけど思ったほどダメージ出てない。困った。なんか思った以上にやられてるんだ。どうした。なんか後ろはいいダメージ入ってますけどね。さあとりあえずブルドラ直当てしてここは倒していく。さあウサギがそこに出してくれならラッキー。ついでに死んでくれましたね。しかも首が止まってない。鬼子が何かする前に試合が終わってしまいそうな流れは、流れというか雰囲気があるんですが、豆拾ってあげて終わっちゃった。鬼子が何かしないで終わったまあ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 、次行きましょうか。そうやっていきましょうか。3戦目ですね。3戦目、ちょっと鬼んこもうちょっとまんべんなく使っていこうかな。まあ終盤とかでも結構活躍できるときはあると思うんですけど、まあ序盤中盤で使わないと、もしかしたら使わずに終わってしまうかもしれない。使っていこうかな。対空がないな。まあブルドラは対空なんですけど、進撃オンリー。ただ鬼んことこの組み合わせ強そうじゃないですか。豆プラスナメコの栽培でなんかガチャガチャしそうだ。したら、これさ、あの鳥で取れるかもしれないんだよな。じゃあさすがにバサカでいこうか。よし、とりあえず取り手取ってから、まあ大砲撃っていきましょう。 OK、 さあ一気にいきましょうか。さあ鬼んこにナメコも合わせてあげて、そうナメコで豆拾って、この剣士も豆拾ってくれるでしょ。さあいいやつかかってるんじゃないのこれ。吹っ飛ばされちゃうかもしれないけど、吹っ飛ばない。なかなかいいやつかかってるよこれ。ほら悪くないよ。ただね、これね、鬼んこの弱点が実は1個ありまして、今気づいた方いらっしゃると思うんですけど、豆を持ったキャラってあられで吹っ飛ばされた場合、吹っ飛んだ後に爆発するんですよね。それで死んだ場合って、そうだからダメージがね出ない場合がどうしてもあって、まあしょうがないんですけど、鬼んこの豆がね噛み合わない場合もある。あ、いや、ただあのプリキュアの魅了は無効なので、すごいそこに関しては優秀ですね。さあブル行きましょう。ブルも行った、ブルガも行った。回していきたいが回せていない。ただブルドラの豆、ブルドラに豆拾わせてるのがでかい。さあドン、いいですね。ちょっとゾンビのあれ、もしバサカゾンビの行き手なんで、もしかしたらいいかもしれないから、こっち行こうかな。さあ、ドーン、ぐる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 。あれ、種ありっすもんね。ただ、なかなか、だってナメコは、ちょっと違うところは、この豆が点滅してから消えるまでが遅いっすね。おやつあるじゃないですか、不当貯剣士の。あれ、点滅してから消えるまでめちゃくちゃ早いんですよ。あ、点滅してる、拾わないと思ったらもう間に合わないんですよね。ただ、鬼んこの豆は結構間に合うんで、ね、太っちょのあれもさ、持続時間別に伸ばさなくてもいいから、点滅してから5秒後に消えるとかにしてくれないかな。わかりづらいんだよな、あれ。さあ、ナイス。さあ、ラストやっていきましょうか、ラスト。ラストですね。ウルフ来てほしいな、ウルフ。せっかく鬼んこ使ってるんで、ウルフ来てほしいなと思います。まあ、あとは圧かけれるキャラ、そんな札でいきたいな。ゴリゴリいきたいな、ゴリゴリ。やっぱ、なんだろう、止めないといけないけど、止めると爆発しちゃってダメージが痛いっていう現状をやっぱ作りたいじゃないですか。ってなるとやっぱゴリ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 攻めれた方が強いと思うんですよ。なのでゴリゴリ攻めれる札、惜しいな。これ大型がいたら言ったんだけどな。ゴリゴリ攻めれる札カモン。ゴリゴリは来ないですね。ちょっと大型引けないと怖いんですけど、ゴリゴリ行きたいんでもう一回回します。来なかったらどんまい。ちょっとなんか砦にゴリゴリ行けないですね。まだビートルもいるんで、ガチャガチャさせましょうか。それでどこまで鬼んこ頑張れるか。あとはデスが頑張れるかどうかっすね。デス頑張れるかな。最近ですね、そこまで活躍できる機会が。キャラは強いんですけど、ポテンシャルはね、めちゃめちゃ高いんですよ。高いのに、
頑張らせてもらえないんですよね。取っていく、素晴らしい。さあこちびドラ切ってあげて、さあ火炎であいつ燃やしながら、おやつじゃない豆は拾っていく。さあそのうちね、爆発爆発爆発でほら消し飛ばしていく、これが強い。さて惜しい。問題はこの後ですね、この爆王城をどう止めるかなんですけど、まあ、ビートル行きましょうか。ビートルがね最近スキルがないんですよね。撃った撃った撃った。さあゴリゴリ行きたいんですが、デスもブルドラもねお互いゴリゴリなパターンなんで、ここしっかりビートル取って早めの攻めをしていきたい。もう一体中型切ってくれないかな、相手剣士じゃなくて。痛いなそれ。デス行くかね、トロフィーなんで。強ピー気にする必要ないし、多分ブルガルが出てきますけどね、こうやってでグリグリ回されるんでしょうけど、で大型戦負けるんですね。知ってはいるんですけど、トロフィーなんでいっかなみたいな。ここからあれますね、チャーなし。さあここブルドラゴー、出てくるのはまさかのやつ。さあおにんこにハーピー重ねてみようかな、どうかな、わかりませんが頑張れるかな。カイオンパはしている。さあカイオンパ入っていく。さあおにんこは変わられました。これ一応あの青玉避けれてるんで全然ここからでもありなんですよね。さあここで倒されてしまいますが、この赤玉がねちょっと痛いんですよ。なんでこの赤玉だけどうしても食らいたくないので、なるべく抑えてあげて、でおにんこ前線切って攻めていきたい。であとの問題点があるとすれば、もう一体爆押しなかったっけってところで、キャラ流していきましょうかバンバン。さあちょっとねフリースペースにキャラ流しますね。砦前だとやっぱ一生抑えられちゃうんで、フリースペースにキャラ流して、削れるとこは削って、さああとはたどり着けるかどうかってところではありますが、どうですかね。ハーピーも言ってるけど時間ちょっと足りないかな。チビドラ、あ相手剣士見せてる。いや惜しいな、いや惜しい惜しい。あーこの城の装備いいっすね。俺もこれにしようかなと思ったのに書いてないや。はい、おにんこそれなりに頑張ったじゃないかな。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。今回ですね、噂のダークフォースおにんこを使っていきましたが、結構使いやすくなってるんですよ。なんだろう、なんか変わったのかな。まあ地道にまあ情報されてやっといい感じになってきた。で今回はウルフ出てこなかったんですけど、ウルフにも強いって言われてるんで、まあ対ウルフもね、あ今ウルフすごい多いじゃないですか、未だに超強いんで、あの活躍できるって考えれば全然ありかなっていう。おにんこ一体引いとけば豆拾うだけでウルフにダメージがでかくなるんで面白いっすよね結構。でしかも豆範囲攻撃だからウルフまとめて狩れるし、結構面白いなと思います。三国三大召喚、まあアマゾネスみたいに大型を狩れるわけではないんですけど、中型戦ですごい悪に立ち、そして魅力もかからず死にづらい。あと範囲攻撃も可能で砦裏にもダメージが入る可能性がある。悪くはないと思うんですよね。ナメコに近いですねやってることは。うん、そんな感じかな。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。